スティーブン・ガイボートは、アメリカ合衆国カリフォルニア州、バイセエリア出身のプロ野球選手。右ト左打。MLB のアトランタ・ブレーブス所属。愛称は、アイ・ビリーブ。2007年の MLB ドラフト12巡目で、タンパベイ・デビル・レイズから指名され、6月10日に入団。2009年は、A 級、シャーロット・ストーン・クラブズでプレーしたが、肩の故障で10試合の出場にとどまった。 2010年も A 級シャーロットでプレー106試合に出場して打率。345、8本類打47打点、3盗塁の好成績を残した。2011年は A 級モンゴメリービスケッツに昇格。97試合に出場して打率。301、13本類打85打点、4盗塁と結果を出し、7月下旬に、 トリプル A 級ダーラムブルズへ昇格。31試合に出場して打率。294本塁打、20打点を記録した。これらの活躍から、9月26日に、レーズ2011マイナーリーグプレイヤーオブザイヤーを受賞した。オフの11月18日に40人枠入りした。2012年4月6日のニューヨークヤンキース戦で、メジャーデビュー。 代打で出場したが三振に倒れた。この年は18試合に出場して27打席に立ったが25打数無安打に終わった。オークランドアスレチックス時代2013年4月6日にトレードでオークランドアスレチックスへ移籍。6月25日に昇格し、28日のセントルイスカージナルス戦で4回裏にジョー・ケリーからメジャー初安打となる本塁打を記録した。 ポストシーズンでも、ロースター入りし、10月5日のアメリカンリーグディビジョンシリーズデトロイトタイガース戦、第2試合では、9回裏にサヨナラ安打を放ち勝利に貢献した。2014年は、一塁一種や右翼種で起用される機会が増え、一塁47試合、右翼17試合、保守15試合、左翼1試合で守りについた。この年は、 前年比で倍近い84試合に出場し、打率は大きく向上して、279.9本類が35打点という成績を記録した。2015年は、正保守及び一塁手として、レギュラーに定着し、136試合に出場して、規定打席に達した。オールスターにも初選出された。自慢のバッティング面では、打率26、261、 18本塁打、71打点という打撃成績を残し、本塁打はチーム2位だった。守備面では、保守を守った100試合で3失策、守備率、996DRS から3、盗塁阻止率32%、1塁を守った25試合で2失策、守備率、990DRS から1という成績をマーク。9月23日に、 球団の社会貢献を行った選手を表彰するデーブスチュワートコミュニティサービス賞を受賞した。2016年も正捕手を務め2年連続でオールスターにも選出された。打撃面では打率251、14本塁打、56打点という成績で前年ほどの水準にはならなかった。捕手守,守備もまずい傾向を示し113試合で7。 失策、守備率、991DRS10 という内容だった。また、2年連続で、デーブ・スチュワート・コミュニティサービス賞を受賞した。2017年6月22日に、ィーフとなった。2017年6月25日に、ウェーバー工事を経て、ミルウォーキーブルワーズへ移籍した。二千十八年は、右肩手術を受けたため、メジャー出場はなく、 ほぼ全休した。オフの11月1日に FA となった。2019年2月12日にサンフランシスコジャイアンツとマイナー契約を結び、スプリングトレーニングに招待選手として参加することになった。開幕は参加の AAA 級サクラメントリバーキャッツで迎え、5月1日にメジャー契約を結んでアクティブロースター入りした。オフの十月三十一日に FA となった。アリゾナダイヤモンドバックス時代2019年11月26日にアリゾナダイヤモンドバックスと1年300万ドルの契約を結んだ。2021年7月17日にメイソン・バーンとのトレードでアトランタ・ブレーブスへ移籍した。人柄が良くアスレチックスではチーム内での一番人気であり、ロッカーではよく周りに人が集まっていた。 ファンにも愛されていて、オードットコーコロシアムの右翼スタンドではボートが打席に立つと、アイビリーブインスティーブンボークとの大合唱が巻き起こるなど人気者だった。ありがとうございます。